戦いが好きやったんで強さを目指し、なにわのまさかり金太郎が TTF チャレンジ剣山。大阪のストリートで名を馳せた金太郎、当然最終学歴は少年。兵から出た後、目に飛び込んだ舞台、それは10代の少年にはきらびやかに見えた。少年が出てきてから、ちょうどその時めちゃくちゃ流行ってて、地下格闘技がなんかかっこいいなと思って、目立ってるから、僕も目立ちたいなみたいな感じで。地元の地下格闘技団体を経てアウトサイダーに出場。ほとんどの試合を1ラウンドで決着し、有名にもなった。しかし、何かが足りない。地下格闘技で1番になっても、なんかほんまに1番になった気は多分しないと思うから、だから、一番強いプロの中で1番になったら、ほんまの1番かなっていう。金太郎は真の強さを求め始め、そして関西の名門パンクラス稲垣組に入門した。そう、結構練習ハードやなって、最初はもう結構ついていくのが精一杯で、行くの嫌やなみたいな感じで思ったりも何回かあったんですけど、でもまあ何年か折れずにやってきたから、今は練習するの楽しいですね。はい、いや、すごいセンスはあると思いますよ。努力もするし、やっぱり東京からそうやって声をかけてもらえるっていうのはすごい嬉しいことですね。それだけやっぱり認めてもらえてるっていうことなんで、ここでやっぱりいいものを見せて結果も残したいっていうのはありますね。 UFC とか YMC とかそういう大会に出たりです。拳一個で稼ぎたいなみたいな、そういう夢があります。金太郎の世界を舞台とした鬼退治、ストーリーは紡げる。強そうだな。ちょっとやめても、体に入れずに入ってるの怖えよ。もう本当喧嘩とか一回もやったことないんで、ちょっと。21歳の大学生、総合を、まあ、9年ぐらい、まあ、バックボーンはもう総合なんで、全部でできるって感じですね。生粋の MMA 新世代、榎本明。大阪のストリート育ちに相対するは、MMA で純粋培養された新世代。怖いもの知らずなのか、新人類なのか、榎本は金太郎とのオファーを受け入れ、ただこの男意外に強い。ちょっとさ、ちょっとヤンキーっぽく見せよう。こっちもちょっと黒くするか。怖く、黒い人なんかパンチよく見えないって言うじゃん。あ、そうなんだ。黒い人、真っ黒い人も入れずにも肩に一つ入れた方が強く見えるかもしれない。マジか、うん、ストリート育ちに対し生粋の MMA で対抗する。寝ても立ってももうフルボッコにしたいなと思ってます。そうですね、まあ、2人で、まあ、いい試合して、まあ、会場盛り上げて、バチバチにやっていきましょう。お願いします。そうですね、これもうちょっと まともに言った方がいいかな。うん、もうちょっと長く作る。俺こういうの苦手なんだけど。金太郎 VS 榎本明、9月19日、トライブ東京ファイトを見逃すな。